法恩玉林は、東大に、道代が表した、仏教天石、類書。全百巻。668年成立。659年、東道代は、教律位相に居し、諸教要集を編纂。その後さらに、法恩玉林を専文している。引用する天石は仏教のみならず、儒家、道教、神意、草著など400種を超え、 また現在は散逸した、仏本業業、菩薩本業業、観仏残昧業、再域史、終点軸業機などを引用し、インドの歴史地理研究の上で重要な資料となっている。内容は、考量編より、電気編までの全100編668部となっており、文体は、編文が採用されている。本書は、全系の南朝両方省の、協立一層五十巻や、 たただ、戦学の編戦したものと大きく異なるのは、当時の中国で人口に解釈していたり、文献に残されていた仏教説話を盛んに取り入れて、教文類に表された元年の具体的な表れとして用いた点にある。具体的には、本書の各編の構成は、術一部、 印象部という概要と教文の引用があり、その後に勘応園という部分が来るというものである。この勘応園が具体的な仏教説話に相当する。ありがとうございます。